はい、皆さんこんにちは。いやカメラ変えたんですけど、どうですか。ちょっとカメラ変えてみたんですけど、綺麗になってます。いや秋ということでね、秋ということでサンマの塩焼きとビールで優勝していこうと思います。ということでね、これが今斜めにしたことしたんですけど、サンマの塩焼き、焼きたてですね、グリルで遠火の弱火でじっくりと焼いたサンマの塩焼きとビールで優勝していこうと思います。本日はこれですね、キリンさんからキリン一番搾りということで、いや嬉しいですね。キリンさんからの、キリンさんが好きです、でもゾウさんの方がもっと好きですっていう CM ありましたよね。まあ大人はあのビールのキリンさんが好きですということで、そういうことにしておきましょうか。あー最高の泡ですねこれ、100点の泡ですよ。いただきます。ね、サンマと一緒に秋の始まりですね。これはこの時期はあの嬉しいですね。サンマ食べれるんで、サンマいただきます。あ、うまい。あ、うまい。結構このサンマ骨が細かいから苦手っていう方いらっしゃるんですけど、自分はもう噛み砕いちゃいます。美味しすぎて全然気になるんですよ。うまっ、めちゃくちゃ美味しい。サンマの腹わたを おかずにしてサンマの身を食べる。あ、うまい。あ、これ最高に合うやつですよ。最高に合うやつ。あ、楽ね。最高だねこれ。秋はこれがあるから最高ですよね。サンマの塩焼きをつまみにしてビールをいただくという、もうサンマとねビールはね相性バッチリなんで、本当にね、ちょっとこれからもね、なんか最高に酒に合うものを一緒に食べてね、酒もね紹介、一緒に紹介していきたいと思うので、もしよかったと思う方いたらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。それでは今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。